魚おばあちゃん、時々しゃご。電車の予感のや中古。ここからこんな自動車だとどこまで行っても本当中古なのでが、結構ちょっと待ってもいいか、知ってます。見てきました。筑波で見てきました。あげようかなと思って落ちたんだけど。うん。見てみる。私ね。見てくれたね。恥ずかしいんだけど。もらっちゃっていけないじゃないですか。高級すげえ。ね。そのものそうだよ。結構すごい。元気決まっては恥ずかしいんだけど、みんな捕まらちゃって、まあ、ちょっと買うものあったら買って、昨日見てたんです。驚いててごめんね。夜見てたんです。あらおばちゃん、会いたいなと思って、またも行ってた。いつもこれね、プレゼントしてみます。買ってください。これ。なんでそんなない。なんで気持ちだ。気持ち。私の気持ち。そんないい高いもの。高くないが大事。いい気持ちだ、本当に気持ちだ。悪くないか。ありがとうございます。そんなにいっぱい気持ちできる。入って悪いことしちゃうの悪い。そんなことない。ね、レオ君に会いたいんだけどね。幼稚園行っちゃった。幼稚園ってか寂しいね。幼稚園ってね。慣れたかな。慣れましたね、だいぶ。これ椅子もあったかくなるの。ああ。ここあったかくない？あったかい。
けどね、前の車の方が高いよ。え？前の車の方が高い。はあ、そうか。新品だったんだ、出たんだ、前は。中古。はあ、中古だったの。うん。あれ、今高かったの。そう。何年乗ったらいい？そんなに乗ってみる？ 6 年ぐらい？ああ、6年も乗ってるのかな、でも。そんなに遠くはいかねえもんな。うん。みんなでさ、日帰り旅行とか行けるといいよね。そうだな。あ、ヤクルト来たわ。ああ、ヤクルト来た。そうか、今来たか、そうか。鍋ご飯まだ作っぺ。うん。今日？え？また今度。また今度？うん。そうだね。今日はよ。昨日お昼寝だけか、夜だけか、夜か、お昼か。この小さいじゃがいも。うん。あの、小さいじゃがいも、少し、うどんの麺だけか、少し、ポテトサラダと作ってくれるの持ってんだ。昨日のお昼は、大根と鶏肉だから、夜じゃない？ああ、そうだ、夜。うん。だ少しやってみたんだ。うん。おすすめってんだけど。ご飯は炊いてやって。うん。で、唐揚げにする？唐揚げ。唐揚げ？うん。うん、んだな。ポテトサラダとつけてがみたいな。